ケーンは月の表側にあるクレーターであり、月の北部に位置する。北極海の北西航路開拓中に遭難したジョン・フランクリンの遠征隊の捜索を行い、フンボルト氷河を発見したアメリカの探検家エリシャ・ケント・ケーンにちなんで名付けられた。ケーンは氷の海の北東の端に位置しており、ケーンのすぐ南に氷の海が広がっている。ケーンの西にはクリスチャン・マイヤーが ケーンの東にはデモクリトスが位置しており、ケーンはクリスチャンマイヤーとデモクリトスとの間に位置している。ケーンの北北東にはモアニョー、ケーンの南西にはシープシャイクスが位置しており、ケーンの南南西に約180キロメートル氷の海の洋上にはガレが位置している。ケーンの内部は溶岩によって満たされており、ケーンの表面は平坦な地形をしている。 ケーンの周壁は円に近い形状をしており、隕石の衝突などによって風化しているが、特に目立った特徴はない。また、ケーンに中心球は存在せず、残骸も確認できない。ケーンの南側の周壁には隙間があり、ケーンの底面は、ケーンの南方に広がる氷の海に接続している。ケーンのごく近くにある、 小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。ありがとうございます。